い出したんです。先輩がセントラルカセドラルへ連れて行かれた時、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行くって約束したの。でもまだ私は先輩のお荷物になってばかりで、私必ずあの約束を守って悠長先輩のそばへ立つのにふさわしい騎士になります。その時に改めて告白させてください。カーディナル、言われた通り悠長と一緒に来たぜ。二人ともよく来てくれた。待っておったぞ。お久しぶりです。一体どんなご用ですか？うむ、事情は本人から聞くがよい。本人？キリト先輩、ユージョ先輩、わざわざありがとうございます。ティーゼ、なぜここに？キリトとユージョ、お前たちにはティーゼと共にある場所へ行ってほしいのじゃ。ある場所？ティーゼ、事情を聞かせてくれ。はい、実は数日前、西帝国に住んでいるおじさまから手紙が届きました。おじさまは小さな村の漁師をしているのですが、その村の近くに近畿騎士の檻とみんなから呼ばれている渓谷があって。近畿騎士の檻？随分物騒な地名だな。この地名は200年ほど昔、正体不明の騎士が近隣の村々を襲った時、どこからか不思議な力を持った女性が現れ、山を崩すとその岩で作った檻へ騎士を閉じ込めたという言い伝えに由来しているんです。騎士を封印する不思議な力を持った女性、カーディナルシステムに干渉できたのか？え？いや、なんでもない。それで？そんな言い伝えのせいで気味悪がって誰も渓谷へは近づかないのですが、最近お酒に酔った漁師がうっかり近畿騎士の檻へ迷い込んでしまい、崩れた崖から美しい剣が突き出しているのを見たそうなんです。剣？それは伝説の騎士が持っていた剣なのかい？わかりません。この世のものとは思えないほど美しい剣だったそうです。漁師はその剣を持って帰ろうとしたのですが、一人では掘り出すことができず、一旦村へ帰ってエイジラと共に再び近畿騎士の檻へ向かったのですが、なぜか渓谷の近くにたくさんの魔獣がうろついていて、エイジの腕前ではとてもかなわず、慌てて逃げ帰ったんだそうです。剣の魔力が魔獣を呼んだのかもしれない。もしかしたらその剣は神器かもな。はい、おじさまもそう考えて西帝国の皇帝か氷教会に知らせようとしたのですが、何しろ実際に剣を見たのは酔っ払った漁師だけなので、そこで宗剣学院へ入った私のことを思い出し、村の衛士よりは強いだろうから剣を取りに行ってくれないかと連絡をよこしたんです。なるほどな。その剣が本当に神器なら、ティーゼ一人で行くのは危険だな。カーディナル様、じゃあ僕らの任務はティーゼと一緒に近畿騎士の檻へ向かって、もし剣が実際にあればそれを持って帰るということですね。そうじゃ。お主ら二人しかつけぬのはちと不安もあるがな。不安？まさかその近畿騎士というのがまだ渓谷にいるのか？いや、今のところそのような報告は受けておらぬ。言い伝えが本当だとしても200年も前ならもう死んでおるじゃろう。ただ少々引っかかることがあってな。引っかかること？いや、おそらくわしの思い過ごしじゃ。ティーゼの剣技は未熟じゃが、お主ら二人とて
まだまだ一人前とは言い難いからな。ち、言ってくれるぜ。それと万が一の時のためにこの召喚結晶を持っていくがよい。まあ使うことはないと思うけど、預かっておくよ。キリト先輩、ユージオ先輩、こんなあやふやな任務に同行させてしまって申し訳ありません。何水臭いこと言ってんだよ。まあユージオ、うん、全然気にしなくていいよ。ありがとうございます。先輩と一緒に旅行なんて羨ましいな。旅行じゃなくて任務だってば。ごめんごめん。でもこれっていい機会じゃない？いい機会って？ユージオ先輩とのこと。代表騎士になったら返事をもらえるって約束したのに、チューブラリンになってるでしょ。そうだけど、旅行中にユージオ先輩と二人っきりになる機会があったら、今度こそお付き合いしてくださいって告白しちゃいなよ。ダメだよ私。そっか、まだあのことを気にしてるんだね。でもさ、先輩たちだって無事に戻ってこれたんだし、もう気にしなくていいんじゃないかな。そうだね、ロニエの言う通りかもしれない。そうだよ、お互いに頑張ろうよ。失礼します。あ、来たな。ご用は何でしょうか？あのさ、ティーゼは今回みたいな遠い場所へ向かう任務って初めてだろ？はい、おじさまの家へ行ったことはありますけど、任務では初めてです。こういった任務では食料と水はもちろん、雨具や野宿用の宿泊用具なんかも必要になるけど、そういった準備はできてるか？いえ、まだ準備していません。何が必要で、それがどこに売っているか分かってる？すいません、分からないです。いや、初めてなら分からなくても当然さ。それにこういうのは経験ある人間に助言してもらった方がいい。というわけでユージオ、ティーゼと一緒に買い物行って助言してやるよ。え？今の話の流れだとてっきりキリトが一緒に行くのかと思ったけど。なんだユージオ、ティーゼに教えるのが面倒なのか？だったら無理には。待って、誰もそんなこと言ってないだろ。誤解しないでティーゼ、僕でよければ買い物に付き合うよ。ユージオ先輩から助言をいただけたらとても助かります。わかった、じゃあ時間もないしすぐに出かけようか。二人とも言ったな。もう出てきてもいいぜロニエ。ユージオ先輩とティーゼにバレちゃわないか心配しました。よし、じゃあ俺たちも出かけるか。まずは買い物にも使えるし、大きな背負い袋を手に入れようか。売っている店はあっちだよ。動き出したぞ。気づかれないようについていきましょう。
かし、なんだかストーカーみたいだな。ストーカー、それ神聖語ですか？覚えておかなくちゃ。いや、覚えなくていいよ。こっそり尾行するのは気が引けるってことさ。でも最近ティーゼは心が不安定みたいで、自分の気持ちとは正反対のことを九条先輩に言っちゃいそうで心配なんです。やっぱりあの時のことが。私は何とか克服しましたけど、ティーゼはまだ好きな人の前であんな恥ずかしめを受けるなんて。そうか。たとえ断られてもティーゼはもう一度きちんと自分の気持ちを裕次郎先輩へ伝えた方がいいと思うんです。裕次郎のやつ、女の子の気持ちに鈍感なところがあるからな。そこはキリト先輩も一緒ですよね。あ、今なんで？いえ、何も。あ、裕次郎先輩がこっちを見てます。やば、隠れろ。さっきからこそこそ後からついてくる人影って、キリトと多分ロニエだと思います。キリトのことだから何かいたずらを企んでいるのかもしれない。ティーゼ、走って二人を振り切っちゃおうか。そうですね。しまった、逃げられちまったか。さあ見て。おい、大丈夫か？いったったった、お尻を打っちゃいました。あ、しょうがないな。ほら、俺の手を握って。アスナ、あ、それにシノン。ねえキリト君、こんなところでロニエさんと何をしてるの？ほんと、二人で仲良く手なんか握っちゃって。待て、君たち何か誤解してるようだが、俺とロニエとはそんな関係じゃないぞ。ほら、ロニエも何か言ってくれよ。誤解なんですか？キリト君！キリト？いや、本当に違うんだって。待て！疲れた。まさか誤解でシダルスイをおごることになるとは。ああ、裕次郎。あれ、キリトじゃないか。もう尾行は終わりかい？やっぱりバレてたのか。それよりも準備は終わったのか？はい、いつでも出発できます。ならすぐに出発しよう。それはいいけど、何か疲れてないかい、キリト？本気の尾行は精神をすり減らすんだよ、裕次郎くん。確かに途中からつけられている気配は全く感じなかったよ。さすがだね、キリト。さあ、金騎士の俺に向けて出発だ。はい。ああ、
眺め、やっぱり北帝国とは景色が違いますよね。おいおい、旅行気分のようだけど、これは任務なんだからな。はい、分かっています。ん、分かっていればよろしい。ところで、気のせいかもしれませんが、ここって街道から外れていませんか？確かに。キリト、一体どこへ向かってるんだい？ああ、北条の森へ向かっている。北条の森には魔獣が生息しているらしいんだ。魔獣？なるほど、そういうことか。あの、どういうことでしょうか？おじさまはバリンド大地軍の村にいるのですが。出発前に集めた情報によると、北条の森に生息しているのは比較的弱い魔獣のようだ。金騎士の檻へ行く前にティーゼを鍛えるにはちょうどいいかと思ってさ。え、訓練なんですか？気が進まない？いえ、そんなことはありませんけど。北条の森か。薄暗くてちょっと不気味ですね。あ、あそこに魔獣がいるな。あれはミニラフレシアだね。ああ、そんなに強い魔獣ではないはずだけど、気をつけろよ。訓練はこれくらいでいいだろう。ありがとうございました、キリト先輩、ユージア先輩。お疲れ様、ティーゼ。大丈夫かい？はい、私は大丈夫です。ところで、ティーゼ、気がついてる？はい、つけられてますね。またキリト先輩かも。おい、俺はここにいるぞ。あれ、てっきりまた誰かさんのいたずらかと思ったよ。ったく、もう許せよ。それより、俺たちを尾行するなんて何者だろうな。確かめてみよう。了解。俺に策がある。少し戻ってあいつをおびき出すぞ。今だ、走れ。分かった。おい、誰だ？剣士なら名乗ったらどうですか？ユージア先輩、大丈夫ですか？くそ、逃げられたか。あの剣士、なんで僕らを。ああ、何者だろうな。悩んでいても仕方ない。ティーゼのおじさんが住んでいる村に向かおう。さて、ようやく着いたな。ここがティーゼのおじさんが住んでいる村か。ティーゼ、おじさんの屋敷は村のどこにあるんだい？西の外れですけど、まず私が先に行って先輩たちが一緒だって説明してきます。
失礼があっては大変ですし。そんなこと気にしなくていいぞ。いえ、そういうわけにはいきません。すぐ戻ってきますから、少し待っていてください。あ、分かったよ。じゃあそこの店でお茶でも飲んでね。いらっしゃい。親父さん、俺黒茶ね。僕は白ルスよ。はい、少々お待ちを。さて、ただまったりしているのも時間の無駄だな。でもここから離れるわけにもいかないだろう。ここでもできることはあるさ。事前の情報収集とかな。そうだね。じゃあキリトは漁師さんたちに話を聞いてきてよ。僕はあっちの人に聞いてみるから。わかった。話を聞いたらここでお茶を。こんにちは。この近くの漁師さんですか？そうだが、何か用かね？村の外れに禁忌騎士の檻と呼ばれている渓谷があって、最近先に酔った漁師さんがそこへ迷い込んだ時、崖から剣が突き出しているのを見たという話を聞いたのですが、ご存知ですか？確かにこの近くには禁忌騎士の檻という谷があって、誰も近づかんが、そんな話は聞いたことがないな。おい、お前は知ってるか？いや、知らんな。ここらでわしら以外に漁師を天職にしているのはタムルだけだが、やつは酒を一滴も飲めんしな。そうですか。どう？何か情報は聞けた？そんな話は聞いたことがないってさ。妙だね。もしかしたらティーゼのおじさんの指示で秘密にしているとか。どうかな。ん？あ、あ、キリト？キャー！水玉の騎士様よ！水玉の騎士様、ご尊顔をよく見せてくださいまし！騎士様、ぜひ我が家へお寄りください。え？ユージはお前の知り合いか？そんなわけないだろう。ティーゼ、こっち。これって一体？とにかくここから逃げるぞ。おじさん、お題はここへ置いとくよ。ああ、騎士様、どこへ行かれるのです？水玉の騎士様、待ってくださいまし。待って、騎士様。とか振り切ったみたいだな。あのユージオ先輩、あの女の人たちは何なんですか？それが僕にも分からなくて。でもみんなユージオ先輩のことを水玉の騎士様と、それに女性が知らない男性に抱きつくなんて普通はありえませんし。そう言われても本当に知らないんだ。リーゼ？先輩、嘘はつかないでください。え？ユージオ先輩はいつも真面目で誠実で、何より人を貶めたり嘘をついたりなんて絶対にしない人で、私はそんな先輩を本当に尊敬しています。なのに…ティーゼ、待って！
友情、ティーゼは？見失っちゃった。あの様子だと早く見つけて誤解を解いた方がいいぞ。そうだね。村の人にティーゼを見かけたか聞いてみよう。おや、あんたもしかして水玉の騎士じゃ。あ、いや失礼、人違いだね。赤毛の女の子？さあ見なかったけど。赤毛の娘なら、なんだか思い詰めた様子でさっきここを歩いていったよ。水玉の騎士？知ってるぜ、西帝国使徒の貴族の御曹司だろ。修行だか世間勉強だかで西帝国内を巡り歩いているそうだ。水玉の騎士？高貴な生まれだが鼻持ちならない遊び人と聞くね。ここらへ来ているそうだが、町の娘っ子が騙されなければいいが。水玉の騎士とみんなから呼ばれる貴族様がお近くへ来ていらっしゃるそうです。水玉の騎士？ああ知ってるよ。水玉の騎士はお妃を探す旅の途中だという噂で、村の若い娘たちが見初めてもらおうと大騒ぎなんだよ。水玉の騎士？もちろん存じておりますわ。お名前はイストーク様。カルブンクルス教のご子息で剣の腕も一流。甘色の髪に青い瞳、その優雅なお姿はまさに水玉のよう。ああ水玉の騎士様、もうこの町にいるという噂。確か甘色の髪に青い瞳で。あら、そちらの方もしや。女の子？さっきここで騎士の甲冑をつけた人と何か話していたけど、騎士様はそっちのお兄さんに似た感じだったな。さっきまでいたってことは近くにいるはずだ。キリト、あそこにいるのって。ああ間違いない、ティーゼだ。隣に甲冑を着たやつもいるしな。急ごう。手を離してください。手を離す？釣れないな。声をかけてきたのは君の方だろ。ティーゼ！友情先輩！一体どうしたんだい？それが、私、先輩と間違えてあの人に声をかけてしまって。あいつが水玉の騎士か。確かにちょっとユージオと似ているな。ほう、君が彼女の言っていたユージオ君か。見たところ貴族ではないようだね。はい、貴族ではありません。心外だな。よりによって君のような下船で見苦しい男と見間違われてしまうとは。見苦しい？あなたなんかより友情先輩の方が何倍も素敵です。ふん、下級貴族の娘が言ってくれるじゃないか。上級貴族である私を侮辱したらどうなるか、もちろん分かっているんだろうね。イストーク様、連れのプレーを謝罪します。どうかお許しください。許せだと？そうだな。ではユージオ君、君も剣士の端くれのようだ。ここは剣の腕前で決めようではないか。
剣の立ち会いをするということですか。いかにも。もしも君が私に勝てたなら、彼女の無礼は見逃そう。まあ無理だと思うがね。おい、ユージをやめとけ。いや、このままだとティーゼに何をされるかわからないよ。みんなの前で試合ということなら、僕が勝てば向こうも引き下がるしかないだろうし、もし僕が負けそうになったら、俺が飛び込んで奴がひるんだ隙にみんなで逃げ出すか。そう、今回は剣士の誇りなんて言ってる場合じゃないからね。先輩、大丈夫、僕らに任せて。何をこそこそやっている。やるのかやらないのか。いいでしょう、お受けします。よろしい、ならば抜きたまえ。ここで試合を始めよう。用意はいいかな、ユージオ君。はい、いつでもどうぞ。もう勝負はつきました。どうか引いてください。やったな、ユージは。はあ、なんとかね。ユージオ先輩、ごめんなさい。私、先輩に失礼なことは。平気だよ、気にしないで。水玉の騎士も公衆の面前であれだけはっきりと負けたんだ。もう俺たちに手出しはしてこないだろう。だといいけど。そうだ、ティーゼに漁師が言ってたことを確認してもらおうよ。まあそうだな、村に戻りながら話すよ。というわけで、人気を見たタムルという漁師は酒が飲めないって言うんだよ。おじさまが嘘をついているのでしょうか。どうだろう、もうそもそも嘘をつく理由がないし。ティーゼ、君のおじさんってどんな人だい。真面目ですが、少し気が小さくて、悪いことを企むような人ではないです。そうか、単純にあの漁師たちが知らなかっただけかもしれないな。これからおじさまの家へ案内しますので、よければ直接聞いてみてください。さすがにそれは失礼だな。まあまあ、実際に金鬼騎士の檻へ行ってみればわかるか。
人気か。いいことを聞いた。キリト殿、ユージョー殿、わざわざ王都より来ていただき感謝いたします。しかしティーゼからお聞きでしょうが、本当にそこに人気があるかどうか少々怪しい話でして。それは十分承知でやってきましたから、仮に人気がなくても問題ありませんよ。ありがとうございます。では早速漁師タムルの家へ行きましょう。そこからタムルに案内をさせ、金鬼騎士の檻に向かいます。タムルって確か漁師さんたちの話に出ていた。ああ、酒が飲めないって話だったか。ごめん、邪魔をするよ。これはご領主様。タムルは在宅かな。先ほどご領主様のご紹介とおっしゃる騎士様がいらっしゃって、主人はもう谷へ向かいましたけれど。なんだと。そんな話私は知らんが。あの、その騎士ってどんなやつでした。どんなと言われても、ああ、そちらの剣士様に似た方でしたが。水玉の騎士だ。なんであいつが。どこかで俺たちの話を盗み聞きして人気を横取りするつもりかも。水玉の騎士、カルヴン・クルス家のイストーク様ですか。一体どういうことなのです。とにかく二人を追って谷へ向かいましょう。詳しい話は途中で話します。ありがとうございます。おお、タムル、お前イストーク様と一緒ではなかったのか。ご領主様、お許しください。わしはただ頼まれて。ん？一体何の話をしておるのだ。谷で人気を見たとお話ししたことでございます。あれはよそからやってきた貴族様がご領主様へ作り話をしろと。友人である領主様を驚かせるだけだからと。まさかこのようなことになるなんて。作り話だと。一体誰がそのようなことを。お許しください、お許しください。タムル、お許しくださいではわからぬぞ。もっと詳しく申せ。お許しください、お許しください。これ以上聞いても無駄のようです。とにかく渓谷へ行ってみましょう。そのようですな。道に誰かが倒れてる。あの甲冑は水玉の騎士か。しっかりして。君か。気をつけろ。気を確かに。一体何があったんです。恐ろしい。 あれは魔人だ。魔人？それはダメだ、気を失ってしまった。一体私の領地で何が起きているのですか。わかりません。ただこの傷は剣で切られたものです。出血がひどいです。早く治療しないと。琉璃年鏡、この先は何が起きるかわかりません。水玉の騎士を連れて村まで戻っていただけますか。わかりました。私がいても足手まといでしょうからな。ティーゼ、お前は大丈夫です。おじさま、私も剣士ですから。
そうであったな。わかった。お二人と無事に戻るのを待っているぞ。はい。この先、何が待っているかわからないぞ。十分慎重に行こう。また誰かが倒れてる。しかも何人も。剣士か。こいつは確か俺たちを尾行していた男だ。この人、ジーゼック教です。ジーゼック、じゃあウンベールの父親。まだ息がある。ジーゼック教、一体何があったんです？息子を止めてくれ。もはや私にはどうにもならぬ。あれが憎む者を殺させればと思ったが、手違いで。亡くなった息子って、まさかウンベールがここに。これはこれは、裕次郎殿、今度こそ本物のようだな。ウンベール、君は自分の父親を手にかけたのか。そいつは俺をここへ閉じ込めやがったからな。その報いだ。君をここへ。見ろよ、勇士よ、この左腕を。今は治ったが、この腕を見るたび、あの時の痛みがぶり返してきやがる。俺は怒りに身が焦げるほどお前たちを憎んだぜ。声にして叫び続けていたら、親父は俺の気が変になったと思ったらしくてな。人が近づかないこんな場所へ俺を閉じ込めやがったんだ。信じられるか、自分の息子だぜ。よほど俺を恥じたと思ったんだろうな。そう考えていたら、親父も屋敷の連中も誰も彼もが許せなくなって、いつかぶち殺してやろうと思ってたんだけど、何を勘違いしたんだか、俺にお前らを殺させれば俺の怒りが収まるだろうとか勝手に考えてよ。しかもさあ来たぞと見せられたのが偽物だ。もう楽しくて楽しくて、全員殺してやったぜ。ウンベール、お前右目の封印を破ったのか。ああ、封印？わかんねえな、何のことだ。違うのか。じゃあなぜ禁忌を破って人を殺せるんだ。知るかよ。俺が憎いと思えば勝手に体が動いてそいつを殺しちまうのさ。今ではむしろ感謝してるんだぜ、勇者キリト。
自由で最高の気分にしてくれたこと、そのお礼にお前たちは最高にむごたらしく殺してやる。そして死んだお前らの前でその女をもてあそんでやろう。ティーゼ、大丈夫かい？しっかりして。その女、あの時のことは鮮明に覚えているようだな。そういえば、もう一人はどこに行った？あいつもぶち殺さないとな。下級とはいえ貴族の娘、普通ならあんな姿を皆にさらして平気なわけはないからな。まったくとんだ恥知らずだぜ。やめろウンベイル、それ以上ティージェを侮辱することは許さないぞ。いえ、あの男の言う通りです。私は愚かで恥知らずな人間です。それは違うよティーゼ。違わないです。私さえいなければ。ティーゼ、僕を見て。ティーゼ、思い出すんだ。君は友達を助けるために危険を承知でウンベールたちのところへ行ったんだ。その勇気を、その気高さを恥じる必要なんて少しもない。恥じる必要がないって、その女の自己満足な正義感でお前らは俺とライオスを切って罪人になったじゃねえか。適当なことを言うんじゃねえよ。私さえ。ティーゼ、答えてくれ。君はあの下劣な男の言葉と僕の言葉、どっちを信じるんだい？それはユージオ先輩の言葉です。じゃあ何の問題もないよね。君は勇気があって気高くて、そして何より可愛くて素敵な女の子だ。ユージオ先輩。じゃあ顔を上げて一緒に戦おう。はい。ヘドが出るぜ。お涙頂戴の三本芝居はそれで終わりか。ウンベール、君だってかつては誇り高い聖豪騎士を目指していたはずだ。それがこんな有様になって、かわいそうにな。君の境遇には同情するよ。かわいそう、同情するだと。辺境の開拓民の分際でお前は俺を見下すつもりか。当然だろう。俺たちは辺境の開拓民かもしれないが、お前なんかよりずっと強いからな。ふざけるな。ウンベールのやつ、あれだけ攻撃を受けても平気なのか。あんなボロボロになってもまだ戦えるのは異常だよ。ん？ユージオ、ウンベールの周囲に
黒いオーラが見えないか。オーラって？半透明の霧みたいなやつだ。そういえば、うっすらと。ウンベールが苦しんでる。なぜだ、なぜ俺がこんな目に遭わなきゃならない。四頭借家の風から逃れるために剣の道へ進んでいたはずなのに、薄汚いライオスの機嫌を取っていたのが悪だというのか。身分をないがしろにする者へ罰を与えたのが悪なのか。俺はそうの生涯それに従って生きただけなのに、どうぞこんなに。キリト、ウンベールの声が。ああ、まるで魔物の声みたいだ。くそ、やめろ、俺の親父だ。これは俺の体だ。黒い霧が渓谷の奥へ。追いかけよない騎士。伝説の禁忌騎士か。おそらくこいつがあのオーラでウンベールを操っていたんだ。でも一体何の目的で。殺し、全てを殺し、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 殺し。いつも正気を失っている。もしかしたらウンベールの狂った真意が眠っていたこいつの狂気と共鳴しちまったのかもな。正体を知っているのか。こやつは本来
カーディナルシステムを守るために作られた。ガーディアン、もといガードプログラムなのじゃが、おそらくわしが図書室に隠れておる間にアドミニストレーターが自分の部下にしようと改造して暴走させた。しかし制御できず、なんとか捕らえてここへ封印したのであろう。こいつ、あんたの命令で止められないのか。無理じゃ、完全に暴走状態になっておる。止めるには破壊するしかないわ。ガーディアンはあらゆる状況に対応するため、敵に応じて進化するよう作られておる。進化されては厄介じゃ。なんとかその前に倒すのじゃ。あの強さで進化前なのか。召喚結晶解放、集え歴戦の剣士たち。システムコール。違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張って、きっと整合騎士になって先輩を助けに行きますから。だから
待っててくださいね。きっと、きっと。ティーゼ、大丈夫？どこか痛いところはないかい？ユージオ先輩、よかった、無事だったんですね。ティーゼ、私本当に心配で、ユージオ先輩が死んじゃったらって。ティーゼ落ち着いて、僕は大丈夫だから、周りを見て。ヒューヒュー、お熱いね。幸せそうに抱き合っちゃって、まあ焼けるぜ、お二人さん。はよ、色男。誰が色男だよ。そうだ、首なし騎士は。ああ、あれが最後の一撃だったみたいだ。あの、ユージオ先輩、お話ししたいことがあります。なんだい？改まって。私ロニエから、この旅の間に先輩へ告白しなさいって言われてたんです。ティーゼ。でもそれはもう少し先にします。え？私思い出したんです。先輩がセントラルカセドラルへ連れて行かれた時、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行くって約束したの。でもまだ私は先輩のお荷物になってばかりで、私必ずあの約束を守って友情先輩のそばへ立つのにふさわしい騎士になります。その時に改めて告白させてください。わかった、楽しみにしてるよ。はい、楽しみにしていてください。ちょっとは前進したかな、あの二人。あの、キリト先輩、私も先輩にお話ししたいことが。ごめん、俺ちょっと用事が。え、そんな、待ってください。お主たち、無事に帰ってきてくれて安心したぞ。見てほしいものがあってな。これなのじゃが。これは首なし騎士の武器と鎧の一部ですね。そうじゃ、こやつは本来世界を守るために創造主たちが生み出したものじゃ。ということはこれ自体が強力なリソースということだな。あの、どういうことでしょうか。これを物質変換すれば人気級の武器と防具が作れるかもしれぬという話じゃ。ただこれらは真意によって変異しておる。変質したまま変換を行っては何が起こるかわからん。変質を戻す方法はまだ調査中でな。戻す方法ね。打ち消す、あ、逆の力を加えるとかか。真意、逆、憎悪の逆。それって、あの、私分かったかもしれません。本当かい？すごいじゃないか、ティーゼ。そんなこと、ユージオ先輩がいたから。ん？
あ、よく聞こえなかった。何か言ったかい？いえ、何でもありません。なるほどな。カーディナル、ティーゼの真意をこいつに照射してみよう。お主も何か分かったような口ぶりじゃな。まあよい、ティーゼよ、よろしく頼む。わかりました。ユージオ先輩、私はあなたのことが。これはなんとも優しい真意じゃな。照射するぞ、離れておれ。見事に浄化されたな。カーディナル、このリソースを使いティーゼに人気を作ってやってくれないか。ほう、そんな、私なんかがもらっても。あ、いや、ティーゼのおかげで浄化できたんだ。ティーゼが持つべきだと思う。ティーゼ、僕もそう思うよ。わかりました、先輩がそこまで言うなら。ではティーゼ、始めようか。システムコール。これが私の人気。とてもよく似合ってるよ。ありがとうございます、カーディナル様。大切にしますね。うん。ところでキリト、なんだ。なぜティーゼの真意であの変質を打ち消せたのか、わしにはわからぬ。お主はわかったのか。あの変異は憎悪の真意によるものだったからな。おそらく憎悪の逆、純愛の真意で打ち消したんじゃないか。他人のことになると気がつくんじゃの。あ、何か言ったか。いや、何でもない。またこのような真珠が現れるやもしれん。その時は頼むぞ、キリト。あ、任せておけ。